今日は北日本の天気もだんだんと回復してきそうです。でこの2日間のですね、天気ちょっと見ていただきましょう。これおとといの6時40分の北日本なんですけれども、まあ、この段階では台風12号から変わった低気圧が太平洋側を北上をしていまして、まあ、広く曇りや雨となっていました。また昨日の同じ時間ご覧いただきましょう。やはりですね、西から近づいてきている低気圧、上空の寒気の影響で、まあ、広い範囲で曇りや雨だったんですけれども、今日この時間の天気分布ご覧いただきましょう。だいぶですね、晴れのご報告が増えてきました。まあ、依然としてこの日本海側の方でところどころ雨が降っているんですけれども、まあ、これも今日の日中はだんだんと止んでいきます。でこの後の雨雲の動きご覧いただきますと、引き続きですね、午前中はまだ日本海側各地で雨が降ります。まあ、オホーツク海側もすっきりしない天気になるんですけれども、だんだんと西から高気圧が張り出してきまして、この日本海側の雨も午後には止むとこういったところが多くなります。晴れてくるところも増えてきそうでして、まあ、久しぶりの日差しというところも多くなっていきそうです。でさらにですね、アイコンでまとめて見ていただきますと、まあ、このように、まあ、秋田が小さな雨アイコン今日ついているんですけれども、これも午前中までというふうにお考えください。まあ、それ以外のところはだんだんと晴れてくるところも多くなってきます。でまた明日もですね、天気の方はまあ安定した状況続きます。まあ、東北の一部ではちょっと雨の降る可能性があるんですけれども、まあ、それ以外のところは大きな晴れアイコン並んでいまして、明日も秋晴れとこういったエリア多くなりそうです。